アマビレです。ぷっくりとしたフォルムや個性的で魅力的な多肉植物です。オブジェのような芸術的な美しさがあります。葉のほとんどが水分でできていて、水やりの手間があまりいらないので、とても育てやすいです。特にこのアマビレはとても丈夫で育てやすく、葉出しはほとんど成功します。春と秋に成長期を迎え、夏と冬は休眠しますので、ほとんど水やりは必要ありません。高温多湿に弱いため、夏は雨に当てず、風通しが良くて、直射日光の当たらない戸外で、夏越しさせてください。お水は、土が完全に乾いてから、たっぷりと与えてください。ラウリンゼです。ラウリンゼは肉厚の葉が端正に並び、白い粉を帯びたふっくらとした姿が人気のエケベリアです。葉挿しや株分けをして増やすことができます。バラの花を思わせる姿が特徴的で、広い人気を誇る多肉植物です。葉の白い粉は水分の蒸散を防いだり、強い直射日光から水からを保護するためのものなので、触れて剥がさないようにしてください。中南米の乾燥したところがふるさとなので、日本では春と秋に成長します。日本の高温多湿の夏と冷たい空気にさらされる冬が苦手です。肥料を多くすると大きくなりすぎて腐りやすくなるので注意してください。エボニーです。エボニーはブルーの灰色に赤黒い爪やエッジが特徴的です。葉の幅は広めで短い種類のものが多いです。正確にはエケベリア、アガボイです。エボニーと呼びます。黒炭という黒い高級木材をエボニーと言いますが、その名前通り爪やエッジが黒っぽい、濃い赤が入るタイプが多いです。ツヤツヤで尖った葉はとても男性的です。このエボニー最大の魅力である赤黒いエッジですが、面積が広いものから狭いもの、色が濃いものから薄いものまで、個体差が非常に大きい品種です。値段は見た目やサイズによってまちまちですが、若干値が張るイメージです。また次の動画でお会いしましょう。